学校の授業で物理と科学が終わるのが11月末なんですが、このペースは遅い気がするので参考書で先取りした方がいいでしょうか。はい、基本さ、その理なんだよ、私立志望だったらもう総計とか医学部になるし、はい、まあそれか国立志望でセンター2個使うって話。悩んでるよね、みんな。悩んでます。うん、いやもう浪人生は本当このね1ヶ月終わって、その後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、うん、まあ、現役生はねまだあの部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、あの部活終わってから勉強始めるんじゃなくて、もう今から始めてほしいと思いますね。できることをね、とりあえずって形で、はい、うん、まあ、その中でね、もし迷うこととかあったら、はい、ぜひ相談してほしいと思いますので、そのね受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。なみ先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、学校の授業で物理と科学が終わるのが11月末なんですが、このペースは遅い気がするので参考書で先取りした方がいいでしょうかという質問です。なるほど、うん、これ3年生の11月ってこといいんだよね、多分ね。そうですね、きっと3年生ですよね、うん、2年生だったら、うん、まあいい感じですね、うん、で、どうなんだろう。でも科学と物理理科2個でしょ。理科2個使うってことは、はい、基本さ、その理なんだよ、私立志望だったらもう総計とか医学部になるし、はい、まあ、それか国立志望でセンター2個使うって話、まあ、国立な雰囲気がしますけどね、なんか分かんないですけど、はい、いや例えばね、うん、ここまでの範囲が完璧に終わる人だったら11月からセンター対策書いてあって間に合ってると思うんです、別に、はい、確かに確かに、うん、それだっただけど、もっと上のレベルでね、うん、その二次試験で理科2個使うとかのレベルだったら、うん、それはさすがにここからやっても間に合わないわけじゃないですか、うんうん、だから基本的にはやっぱ先取りするべきだとは思うんですよ。そうですよね、うんうん、だからそれこそさ、うん、普段から自分でね、物理科学授業習ってる時にさ、はい、自分で追加で10問解いてますとかさ、はい、そういうことやってんだったら、はいはいはい、前半に終わると同時に10問が終わるわけじゃないですか。そうです、それなら別にいいとは思うんですよ、はい、もしくは学校でそれを宿題出されてるとかね、はい、なんか問題集とかって話なんですけど、はい、基本その、まあ、志望校にもよるけどさ、はい、やっぱ夏の時点でマーチとか総計志望とかのマーチとかワンランク下まで間に合わせなきゃいけないし、うん、まあ、センターとかでもやっぱ夏の時点で基礎は仕上げておいた方がいいんじゃないと思いますね。そうですね、うん、まあ、やっぱりなんていうか最難関の旧帝大だったりとか、まあ、難関国公立とかあとやっぱり最難関私立とかって、まあ、ほとんど進学校の方が行くわけじゃないですか、うん、偏差値70近い、まあ、そういうところってもう3年生まで終わってるじゃないですか全部、うん、やっぱそう考えるとやっぱりもう11月末だと、まあ、遅いっていう気がしますよね、うん、で、まあ、ただ先取りするってなるとやっぱ結構さ、でもそもそも先取りできんのとかさ、はい、習ったことないのにやってて難しいなみたいなのちょっとあるとは思うんですけど、はい、まあ、そういう場合には武田塾の参考書とかを、ね、うん、元にですね、まあ、簡単なやつとかもあるんで、うん、そういうのから早い段階からやってってもらって、やっぱ独学でやっていかないといけないかなと。でその学校のペースで間に合うかどうかを見る目安としては、はい、その学校の平均層、真ん中ぐらいの人たちが自分の志望校に受かってるレベルだったらそのペースに合わせてもなんとかなるとは思うんだけど、うん、上位層しか受かってないようだったらそのペースに合わせたら多分間に合わないと思った方がいいかなと。いやもうそれですね、本当に僕もそれ言おうと思ってました、うん、はい、やっぱり学校の要はなんかもう投資にタダで通っちゃってるとか大手予備校にもなんか割引通知来てますみたいな人が、うん、なんか普通に受かってたら、それはそれとその人たちだけしか受からないようなところだったらきついですよね、その志望校に行くの、うん、はい、そうですね、うん、なのでまあ多分先取りしないときついとは思うから、うん、まあ基本先取り、推奨ですね、はい、うん、まあね、学校のペースに合わせなきゃいけないということもないんで、そうですね、それ先取りできるなら先取りするに越したことはないかなと、うん、むしろ学校の内容を復習で使えるぐらいのつもりでやっていった方がいいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、今回は以上です、はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね、新企画 の、 あの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画、武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの直前期だったり、はい、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね、受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これは、ね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、
さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら。本当登録してください。はい。お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。